トマス・グスタボ・アンドラーでは、アルゼンチンとイタリアのサッカー選手。ポジションは MF。ブエノス・アイレス州テンペルレーに生まれた。2004年に CA ラヌースの下部組織に入団。2007年にはスペインに渡り、アトレティコ・マドリードと FC バルセロナのトライアルを受けたが、ラヌースに戻った。2011年6月にラヌースを去り、翌年 CA、リーベルプレートの下部組織に加入。 2013年には、ラコムニダードでマドリード U-17 倍で最優秀選手に選出されたほか、アルゼンチン U-17 代表にも選出された。2015年9月にプレミアリーグに昇格した、AFC ボーンマースの U-21 チームに期限付き移籍。2016年初めにリーベルプレートに復帰すると、同年4月30日にプロ初出場。その後、 レコパスダメリカーナ2016では2試合ともに出場した。またクラブも2015から16、2016から17、シーズンにコパアルヘンティーナを制した。2018年1月24日に買取オプション付きの1年契約でアトレチコミネイロに期限付き移籍。同年6月7日にプロ初得点。翌2019年1月25日には、 買取オプション付きの1年契約で、アトレチコパラナ遠征に期限付き遺跡。ありがとうございます。